安田 J2 リーグ第15節清水エスパルス対鹿児島イライレッド FC。 Today is the annual Brazilian day。 OJO dia annual do Brazil ということで、はい、意味わかりましたか？はい、まあね、本日はですね、毎年恒例のブラジルデーということで、私ちょっと英語とポルトガル語で、はい、ちょっと喋ってましたけれども、まあ全然ポルトガル語ってかじったことがないので、多分ポルトガル語の話者からすると何言ってんだお前ってなるかもしれないですけど、まあそこはさておきですね。はい、まあエスパルスはですね、毎年毎年というかね、創設時からブラジル人の力というか、まあ、選手たちによってね、支えてられてきたクラブですので、まあ、創設期でいうとトニーニョとかサントスとかね、いろいろな外国選手いましたけども、ね、ブラジル出身の、まあ、今季で言えば去年から、まあ、引き続き戦ってくれているカルビーニョ選手、それから今季から入っていただいたルーカス・ブラガ選手に、前節ゴール決めてくれたドーグラス・タンク選手ですね。ということで、まあ、彼らの故郷の、ブラジルの祭典を、まあ、するということで、なんかサンバ出てたりとか、まあ、食べ物グルメもブラジル風なものが出てたりとか、いろいろ、まあ、お祭りですよね、うん、ビーチの、まあ、そんな感じでね盛り上がっていければいいと思うんですけれども、まあ、その盛り上がりを糧に、連勝記録6まで伸ばしましたので、本日7連勝を飾って、J1 に向けての勢いっていうのをもっともっとつけていただきたいなとは思っております。で、その本日対戦する鹿児島ユナイテッド FC ですけれども、はい、まあ、こちらのクラブ名由来になるんですけれども、まあ、ユナイテッドは、まあ、統一とか統合とかいうんですよね。なんでもですね、まあ、鹿児島県ってご存知の方多いと思うんですけど、結構離島があったりするんですね、鹿児島は。まあ、そういったそのものをなんか一つに、まあ、鹿児島一体だっていう意味で、まあ、ユナイテッドっていう意味をつけてみたらしいんですけれども、まあ、彼らはですね、去年は J3 で戦っていて、見事準優勝して今年 J2 に上がってきた、いわゆる昇格組ですね。愛媛が優勝して、まあ、鹿児島が2位ということで、まあ、J2 初挑戦ってわけではないんですけれども、確か J2 戻り組だったみたいですけれども、で彼らの今の成績っていうのが確か17位ぐらいだったかな、3勝しているって言ったところで、まあ、ちょっと非常に苦しいシーズン、まあ、ちょっと J2 にやっぱカテゴリーが上がっているので、まあ、その辺は仕方がないのかなっていう部分もあると思うんですけど、まあ、それに対してエスパルスの方は去年のスタートダッシュ失敗を、教訓に、今年はもうすでに11勝を挙げるということで、まあ、去年の14節時点の町田よりも勝ち点を積み上げているということで、非常に好調なエスパルスで、勝ち方っていうのをいろんなパターンで、勝つことができて、戦術の幅が大きく広がっているということで、まあ、本日の試合はそういった点からすると、まあ、我々の勝利は揺るぎないなと、まあ、個人的には思ってます。まあ、多くの人も思ってると思います。でも油断はできない、もちろん油断できない、まあ、選手たち、監督、チームスタッフ含めて誰一人油断してないと思うんですけれども、まあ、プロ同士のサッカーの対決である以上、まあ、基本的には 100% 結果が保証されているなんてことはありません。ありませんけど、でも6つも連勝をやっぱ、作っていくってことは、これやっぱ並大抵のことじゃないんで、まあ、J1 とかだとレベルがさらに拮抗して、なかなかそれぐらいの連勝を伸ばすチームってないですけれども、まあ、J2 だと去年でいうと千葉が7連勝したのが最高の記録かな。まあ、他にも山形とかも5連勝ぐらいしたりとかしてて、 J2 はレベルが上がってきてるとはいえ、まあ、やっぱまだまだ上と下の差っていうのはあるので、まあ、そういった連勝っていうのが、まあ、起きやすい、まあ、リーグではあるんですけど、
ども、まあね、エスパルスは今日7連勝飾って、で、次の横浜 FC 戦ですね、前半戦最大の山間の横浜 FC 戦も勝てば、さらに連勝を伸ばしていけるんじゃないかなと思って、期待しておりますので、まあ、本日も勝てるように応援していきたいと思います。で、対戦相手の鹿児島に戻りますと、彼らはゲイスリー上がりですけれども、清水エスパルスにゆかりのある、選手がいますね。今2021年に神戸からレンタル移籍で来た藤本選手と、でそれから去年までエスパルスで活躍していた岩谷明選手、まあ岩谷軍団の隊長ですね。いや隊長じゃなかった。隊長はなぜか岩谷さんじゃなかったんですけど、まあ、あのセンターバックのね岩谷選手がいるということで、まあ要警戒ですね。まあ、岩井選手、今年そんなコンスタントに試合出場はしてなかったみたいですけれども、きっと多分、もうメンバー発表されてるから、どうなんだろう。まあ、もしかしたら、あのスターティングメンバーとかベンチに名を連ねているのかもわかんないですけど、まあ、来てるって試合に出場するとなれば、要注意です。何が要注意かっていうと、やっぱ空中戦ですね。彼の持ち味は、まあ、上背はそんなに高いわけではないんですけれども、去年は確か3ゴールぐらい空中戦で決めてっていうことで、まあ要警戒ですね本当に。まあセルにはね、空中戦セルにはうちにはジェラとか高橋優一とか身長の高い選手たちいますけれども、まあ空中戦強い選手たちが、でもやっぱね湯林選手きっと空中戦の巧みなんでしょうね。なのでね、要警戒していきたいなとは、はい、思ってます。まあ、そんなわけでですね、まあ、今日はね、エスパルスにとって、まあ、今日に限らないんですけれども一戦一戦大事な試合なので、特に、まあ、下の下位の順位、まあ、みんなどれもかしこも下位の順位ですけど、特にやっぱりその元もハーフ以下のチームに対しては絶対遅れを今年は取るわけにはいかないと思ってますので、今日のブラジルデーを楽しみつつ、7連勝できるように頑張って応援していきたいと思います。なんかどうですか、スターティングメンバー。え、犬いない。うっそー、あー、イバヤシ、井戸の意味は林という。入る。入る。どね、あ、じゃあベンチじゃないの。井戸のか、井場さんいるのか。なるほど。アキラ。そうか、いるのか。いないのか。ちょっと心配ですね。4戦ぐらいなのか。いわき戦で怪我してからだから。うん。2連勝は、甲府戦から始まった甲府いわきの試合は出ていて、甲府戦が復帰戦だったんだけど、いわき戦でまた怪我を負っちゃって、でそこから4連勝だ。乾がいた2連勝と乾がいない4連勝で今6連勝だけど、ちょっと長いな。まあもしかしたら出れる状態なのかもしれないんですけど、まあ秋葉さんこの前すぐ復活すると思いますってテレビのインタビューに言ったから、まあそこは何とも言えないですけども、ちゃんとそうですね、もしかしたら来週の横浜 FC 戦に当てているのかなっていう。もう横浜 FC 今3位ですからね、勝ち点差10離れてるとはいえ、まあでもね、乾は乾でね、今日出れないとなるとちょっと横浜 FC 戦難しくなるのかなって気がするんですけどね。やっぱ試合が遠のいちゃうと、どんな選手でも試合感っていうのはね、なくなってきちゃうんで、やっぱそうなると横浜 FC 戦の先発出場はおそらく難しい、出るとしたら、まあ、後半からになるのかなっていう気がするんですけどね、まあ、出れればの話ですけど。まあね、誰が出ても勝ててるってことは本当に素晴らしいんですけど、去年みたく乾頼りなチームじゃないっていうのはそれはそれで素晴らしいことですけど、乾だっていつかは清水を離れることってあるわけですから、ただやっぱね、
多くの人言ってますけど、そろそろイニーのプレーが見たいんですよね。やっぱね、彼がボール扱うと、なんて言うんでしょうね、他の選手だって上手い選手いっぱいいますよ、もちろん。いるんですけど、このボールの扱い方っていうのはね、やっぱその魅力的っていうのかな、そんなアイデアの、そんな技術使うのって、まあ、彼のターンだとかね。まあ、甲府戦でね、ジェラのゴール生んだあのクロスだってね、まあ、やらかくポーンってそのままダイレクトに出すアイデアだとか、まあ、何気ないものですけど、やっぱね、その技術力の高さとかね、まあ、イニのプレーはよくセクシーフットボールって言われててね、見る人を魅了するっていうことでずっと長年言われてましたけど、その通りだと思います。今の現代サッカーってフィジカル中心になってきていて、もう体と体のぶつかり合いみたいな、走り負けないみたいな、球際の強さみたいなところばっかりが、ばっかりじゃないかな、まあ、そういうものが際立ってますけれども、まあ、本来フットボールの魅力っていうのは、まあ、足元の技術であったりとか、アイデアだったりとか、まあ、私なんかの世代でいうと、そういうものによく魅力を感じていたので、まあ、イニー選手のようなね、まあ、ジュビロで言ったら、去年いた、ね、遠藤選手のヤットさんとかね、やっぱそういうなんか見せてくれる選手っていうのが、まあ、今後ね、出てこないことはないとは言えないんですけどね、まあ、エスパルスにイニーがいる間は、彼のね、フットボールっていうのがね、1秒でもね、長く1試合でも多くね、見たいなと思ってますんでね、復帰を心待ちしております。はい、まあ、今日は7連勝飾ってね、はい、横浜に乗り込む予定なので、とにかく今日ね、出番のくじかれないようにね、はい、勝てるように応援していきましょう。はい、はい、
未来を背負うか、それとももう来年には海外行っちゃうのか、成功して。でも頼もしい。おお。
してるんだ。これでもう差は縮まらないし、むしろ長崎が引き分けと負けたら広がるからね。そう、最大の難関だよ前半戦。そうだね、まあ、正直言ってなんだけど、ここまでの3試合の相手とはわけが違うかな。サポートするあのどれくらい切れる？サポもうかんね、群馬といい。いい感じで、あれだね、改築したね。下にでも車を止めるところ増えたのかな、下。本当だ。ねえ。うん。ね。ああ。まずはサポーターの皆さんに矢島選手から一言お願いします。背番号21番矢島慎也です。今日も皆様の応援があり勝つことができました。そしてサポーターの皆さんと触れ合える場が開催できて、嬉しく思います。よろしくお願いします。1、2年のゴールの話として今日のアシストの話、いろいろ後ほど聞いていきたいと思います。そしてもう一方、住吉ティラネーション選手です。今日よろしくお願いします。結果は4対0で清水エスパルスの勝利。はい、
やーまあ前半にね早々にね入れていただいてね、まあその花束もらった100試合記念で花束もらった中村選手がねゴール決めてね、まあ、その後ねこう前半終わるまでねなかなかスコア動かなかったですけどね、やったな小屋がね決めてくれてね本当にね頼りになるエースだなと。で後半にはねジェラとね西原のゴールでもね4-4嬉しいじゃないですか本当に。まあ秋葉さんもね以前言ってたけど一人の人がねたくさん決めてくれるんだけどいろんな人がね決めてくれるバリエーションがあるっていうのはね本当チームとして素晴らしい。どんな形でと思うの誰が出ても取れる勝てるっていうのは本当素晴らしいと思います。まあ乾選手ね待ってる方も大勢いるで私もその一人ですけれども、まあ、今日もねちょっとベンチでねこの方にちょっといらしてたらし立ちどこやってる時に拍手してたのは見えましたけどもね、はい。で先ほどですねサポーターズパークちょっと行ってきました。でねジェラと矢島選手がね来てくれてね、まあ、特にジェラ推しですもんね、うん、いや可愛い良かったね。もうシャイなねシャイな人だからね、うん、で本当に今日得点決めてね来てくれたっていうのは本当に良かったと思います。まあ矢島選手なんかも話してくれたけど今好調な理由っていうのは勝った試合でも問題点というか修正すべき点をチームとして、話し合いながらもう現状に満足せずねもうハングリー精神で、まあ、秋葉さん曰くねやっぱ去年の悔しい経験がね、あってやっぱもう J1 に昇格するそれだけじゃなくて J1 でも戦うチーム戦う姿勢を作るというかね、まあそんな感じでねチーム作りをされているのが今の7連勝を決めた好調の要因じゃないかと思います、はい。で、まあ、8年前に J2 で9連勝というクラブ記録樹立しましたけど、まあ、今回それに近づこうと、まあ、していますけれども来週の相手は横浜 FC ですね。去年 J1 から降格したチームであるので当然力はありますし、現在ちょっと本日の試合で仙台が群馬に勝ったため、暫定4位に落ちましたけども、まあ、明日当然試合横浜 FC あるんでねその結果で3位に返り咲くこともありますんで、まあ、いずれにせよね来週の試合は首位と3位の戦いということで、横浜の FC のホームである一発で行われるということで、まあ私も参戦いたします。これで4連戦になるかな、栃木、群馬、鹿児島で、はい、横浜 FC ということで、まあ、最後は水戸戦も行くんで全部5連戦するんですけども、まあ別に私連戦しても別にね怪我とかねしなくて回復しなくて大丈夫ですけど、ねはい、まあまあまあそれはいいんですけれども、まあ、横浜 FC に勝てばね8連勝乗せれれば、まあ、本当にね9連勝で新記録の10連勝っていうのも見えてくると思うんですけれども、中村選手も言ってましたからね10連勝したいっていうねしたいって言ったら10連勝とかできるようにっていう言ってたんでね、まあ我々もね、それを後押しできるようにね本当にねプロ同士の試合っていうのはねまあさっきも言いましたけど結果が 100% 保証される試合なんてないんですけどそれでもこれだけの練習を積み上げることができるっていうのはもう選手も監督もそうです、まあ、彼らは当然苦しい、ね、思いをしながら気づいてくれてますけれども我々サポーターはもう行く試合行く試合に勝利をもたらしてくれるというのは本当に幸せなことだと思ってます。というわけで次回は横浜へ行ってまいります。はい、じゃあ皆さんも、この素敵な1週間を過ごしながら横浜戦に向けてまた応援していきましょう。はい、ではまた来週。